こんにちはフフィーフィーですえ北朝鮮の首都ピョンヤンでは4割もの人民が今飢餓の状態にあるという情報が入ってきましたえ実は北朝鮮では誰もが首都に住めるわけではないんですねえ日本のように都会に移り住んで仕事を探そうとかそうしたこともできません それこそ北朝鮮では首都は身分がよくて金正恩総書記により忠誠心が高いと見なされた人だけが住むことを許されるんですしかもこれまでは平壌に住むだけで地方では考えられないほど豊かな暮らしが保障されてきたんですただ今平壌での生活も苦しくなってきたそうです 地方と比べれば、ましな生活というだけで、平壌でも食料が不足していて、空に困る家庭が増えてきていると言います。そうした状況を受けて、朝鮮労働党は、平壌でも食料を配給するように命じたそうです。ある北朝鮮に詳しい情報筋によると、平壌市内では食料事情を把握するために、市内の町内会が各家庭を回って調査しているそうです。 担当者がやってきて貧しい家庭の家の釜の蓋を開けたりどんなものを食べて暮らしているのか質問をしたりするなど具体的な調査を行っていたといいます一応北朝鮮でも食糧事情を把握するためにこうした調査はするんですねでこの調査の結果約4割の家庭が食料危機にあることが分かったんです ピョンヤンは表向き飢えている人がいないように見えますが、10世帯のうち4世帯の割合で飢えに苦しんでいると、ある情報筋は伝えています。深刻なのは、ピョンヤン市内の中心部のもう比較的に優遇されている区域でも、食料が底をついた家庭が続出しているというんです。まあ、だから、その他の地域はさらにひどいことになっているでしょう。しかも、これまでは、 首都平壌で豊かな暮らしをしていた人々でも餓死するケースが出てきたそうです。だからこれではさすがにやばいと今回慌てて北朝鮮政府が食料の廃棄を行うと決定したんです。ただこれも形にすぎません。朝鮮労働党が人民のことを考えて常に人民の面倒を見ているよという印象をつけるためなんです。 まあ人々の不安や不満をなだめるための気休めにしかすぎません。しかも食料が配給されるよという発表はあったものの、未だ配給がされたわけでもありません。というか、平壌市の人口はおよそ300万人、で総人口の4割に当たる貧しい世帯に食料を配給するとなれば、膨大な量の食料が必要になります。 今後本当に食料が配給されるかわからないんです。金正恩総書記は昨年末に行われた朝鮮労働党の会議で、新たなミサイルの開発や核兵器の大量生産に意欲を見せていました。ただまずは国内の深刻な食糧不足に目を向けるべきなんです。 先月19日にはアメリカの北朝鮮分析サイト38ノースが北朝鮮の食料事情が危機的な状況にあるとの分析を明らかにしました北朝鮮は中国とロシアと一部で貿易はしていますが未だにコロナでの鎖国も続けていますからなかなか内部の詳しい状況が伝わらないんですよねただそれでもアメリカの政府系のラジオ フリーアジアなどは北朝鮮の現状についてお金や食べ物が底をついて何も口にできない飢餓の状態にある世帯がかなり多くなっていると報道しています昨年末北朝鮮北部のある町では民家で40代の女性と10代の息子が亡くなっているのが発見されました食べるものも燃料もなくて餓死または投資していたそうです コロナ前でも北朝鮮の人民たちはぎりぎりの暮らしを強いられていたのに、コロナになってさらに生活がひどくなったといいます。最近ではこうした地方の町の人々は、一日に一食まともに口にできるかどうかの生活をしているそうです。亡くなった40代の女性は、6年前に病気で夫を亡くして、路上で食べ物を売って10代の息子を育てていたそうです。 でも当局の取り締まりが厳しくなって、それすら困難になってしまいました。生活はさらに貧しくなって、息子は学校に行くことすらできなくなっていたといいます。女性の姿を見なくなったことを心配した町内会の人間が、玄関のドアを叩き壊して家の中に入ったところ、冬服を着たまま布団の上で横たわって亡くなっている二人の姿を発見したそうです。 食料は何もなくて、火を焚く薪もなくて、家の中は凍りついていました。どうやら上と寒さで亡くなったようです。こうした話を聞くと心が痛みますよね。当局は人民の統制を強化するばかりで、市場で自由に商売することすら取り締まっているんです。未来のある10代の若者までもが餓死するなんてことが起きるのはすべて金正恩体制のせいなんです。 まともに食料を配給してくれないのならせめて商売ぐらい自由にさせてほしいと人々は訴えているそうですそれなのに当局は人民の生活なんてどうでもよくて社会主義体制がいかに素晴らしいかという思想教育を繰り返すばかりさすがに北朝鮮の人々たちの怒りも高まっていますそんな中で北朝鮮の兵士による窃盗が横行しています 北朝鮮の兵役は世界で最も長いと言われていて、10年も兵役に就かなければいけません。だから兵士の数も多いんです。北朝鮮の軍は116万人で総人口2500万人に占める兵士の割合も4.8%と世界で最も高いんです。だから兵士が兵役を終えても北朝鮮当局はこれといった手当を支給していません。 だからこうした兵役を終えた軍人たちが民間人の家の中や畑で窃盗を繰り返しているというんです。あと現役の兵士たちによる窃盗も相次いでいるといいます。夜中に畑に忍び込んでトウモロコシなどを大量に盗んでいくそうです。彼らは盗んだ作物を市場で売って現金化して兵役が終わった後の生活資金として貯めておくそうです。 作物を盗まれ貴重な収入源を失った農民たちは兵士の盗みを目撃しても何も言えず黙っているしかありませんこれ軍人というのは本来人々の安全を守るために存在するんですから盗みを働くなんて許されないことですもう北朝鮮国内ではモラルの低下も著しいぐらい誰もが食べられなくて生きていくことに精一杯の状況です で国内では軍人までもが窃盗を繰り返している北朝鮮ですがもう国自体が盗っ人なんです BBC など海外メディアによると北朝鮮のハッカー集団が昨年盗んだ仮想通貨の被害額が2190億円になることが分かりましたこれは2021年に北朝鮮が盗んだ仮想通貨のなんと4倍にもなるそうです しかも、このハッカー集団は北朝鮮政府の支援を受けています。北朝鮮はこうした国ぐるみの窃盗行為によって外貨を獲得しているんです。昨年の全世界の仮想通貨のハッキングによる窃盗が約4900億円で過去最大になったんですが、北朝鮮が盗んだ規模が全体の44%にもなったんですね。 まあこうして泥棒で得たお金が北朝鮮のミサイル開発に使われているわけです。北朝鮮はこれまで6回の核実験をしていて今年7回目の実験をすると言われています。専門家は経済状況が厳しい中で北朝鮮はこうして得た資金を軍事力拡大のために使っているとこう指摘しています。北朝鮮の人民が飢えているのに 指導部は何の対策も取らず、それどころか軍人は人民の食料を盗んではさらに人々を苦しめているんです。もうこんなのはもはや国家ではありません。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、Fifi チャンネルの登録もお願いします。